塚本康史塚本康氏から1937年8月9日は日本の建築家、東京帝国大学において建築衣装、装飾、工芸の研究、指導に当たった。号は順天、京都生まれ。1893年、東京帝国大学工科大学づくり科学科卒業、明治美術学校講師職宅となる。その後、百九十九年、 東京帝国大学校科大学助教授、1920年度教授となり、多くの更新の指導に当たった。1920年工学部部長を務めた後、1929年に退官し、名誉教授となった。また、1899年から1902年にかけてのヨーロッパ留学、 1906年から1908年にかけての工芸品衣装調査のための申告出張、1909年日英博覧会のためのイギリス派遣などにより、専門の西洋建築士のみならず、美術、工芸にも造形が深く、建築、工芸の検証協議、展覧会の審査員なども多く務めた。また、東京提出博物館の建設では、 建築設計調査委員として参加した。建築会においても、辰野金吾をよく支えるとともに、1923年から1924年にかけて建築学会会長を務めた。1937年新設の帝国芸術委員会員となるが同年死去。去年68。ありがとうございます。